アポロンとダフネは、イタリアの芸術家、ジャンロ・レンツォ・ベルニーニが1622年から1625年にかけて制作した、等身大の彫刻作品である。オイデウスの、変身物語におけるアポロンとダフネの物語の、クライマックスである、ダフネが月刑樹に身を変じるシーンを強烈な、臨場感を持って掘り出したもので、バロック貴重国の傑作として知られる。 ローマのボルゲーゼ美術館に所蔵されている。細部の拡大ベルニーニの初期の作品の一つで、シピオネ・ボルゲーゼ・数奇教の依頼による多数の作品の中で最後に制作されたものである。ボルゲーゼ・数奇教が以前、ベルニーニに制作させた、プロセルピナの略奪を、ルドビー・コルドビージ・スー教に譲った後に制作された。制作過程の多くは1622から23年の、 うちに進められたが、おそらく、ダビデ像の制作に取り組むために制作が中断され、完成して、ボルゲーゼ公演に展示されたのは1625年9月のことであった。ベルニーニの作品ではあるが、ベルニーニ自身が彫刻したわけではなく、自身の工房のメンバーであったジュリアーノ・フィネッリに多くを頼った。フィネッリは、樹皮や枝風になびく紙など、 ダプネーの変身を描く上で重要なディテールを担当したが、フィネッリの貢献を軽視する美術師やも少なくない。この作品はどのような角度からの干渉にも耐えるが、ベルニーニは作品が出入り口に置かれることを踏まえて、やや右前方から干渉されることを想定して構図を定めている。この角度から見ると、鑑賞者はアポローンとダプネーの動きを一望し、 動かず、トモコの作品が描こうとする物語を理解、できるようになっている。ただし、後に、部屋の中央に移動されている。ある日アポロンは、弓矢で遊んでいたエロスを親輸したが、これに激怒したエロスは相手に恋する金の矢をアポロンに、逆に相手を疎む、鉛の矢を近くで川遊びをしていたダプネに放った。金の矢でいられたアポロンは、ダプネに求愛し続けたが、 鉛の矢をいられたダプネはアポロンを堅くなに拒絶した。アポロンはダプネを追い続け、力尽きたダプネはついにペネオス下半に追い詰められてしまった。ダプネはアポロンの求愛から逃れるため、とペネオスに自らの姿を変えてくれるように願った。この願いを聞いたペネオスは、ダプネの体を月桂樹に変えた。あと一歩のところで、 月桂樹に身を返じてしまったダプネを見てアポロンはひどく悲しみ、せめて私の聖樹になってほしいと願った。ダプネは枝を揺らしてうなずき、月桂樹の葉をアポロンの頭に落とした。アポロンはこの葉で冠を作り、その後これを肌身から放すことはなかった。ベルニーには死後その評判を落としたが、この作品には変わらず賞賛が寄せられた。 あるフランス人旅行者が1839年に表現技法と聖地さのどちらも驚くべきもので全体から細部に至るまで魅力に溢れていると評した他19世紀にはある文芸雑誌が永続的な賞賛に値する唯一のベルニーニ作品であるとしたが全体としては批評家受けがあまり良くなかった英国のある旅行作家は1829年にベルニーニの 技術的才能に言及しつつ、この作品については、すべからくその時代の神秘感、思考、知識の要求に合わせたものであると普遍した上で、アポロンがまるで羊飼いのようで神らしからぬ姿である、と批判している。近年の美術史やはかなり肯定的に評価するようになっており、ロバート・トルステン・ピーターソンは月桂樹の葉の先端から、 アポロンの手と飾り布に至るまでエネルギーに満ちた波外れた傑作と評している。ありがとうございます。